こう何かこう馬側の柔らかさを生かして何かまあ特別なこう世の中にないような形っていうのをもう試行錯誤して、でやっぱ皮の柔らかさを生かすのにはちょっとこう昔のイメージのボタスっていうんですけど、その革水筒というイメージで遊牧民の革水筒をモチーフにデザインしてます。ほぼほぼもう牛革が主流なんですけど、姫路で仕入れてるんですけど、姫路の馬革を扱うところです。でやっぱりちょっとオリジナリティを出したいっていうのもあって、皆さんお客様は口を揃えて軽いバッグがいいっていうのをおっしゃられるので、牛よりもこう同じ厚みで引っ張り強度を比べた時に馬側の方が強いと言われているので、この、まあ、厚みでこの軽さが実現してます。こう経年変化を見てみるとやっぱ柔らかさは馬側の方が早いですね。なのでもっともっと馴染みがよくってボディにフィットしてくるのは馬側の方が早いですね。もう本当にギュッと絞った感じで、本当布袋みたいな感じでこう口を絞っただけなんですけど、まあ、わずかにこう長さも調整できるんですけど、まあ、皆さんお客様はここから出し入れするのっておっしゃるんですけど、もうここギュッと絞ってるだけですね。こんな感じ、本当単純にギュッと絞ってるだけです。ここじゃなくってこのやっぱりこう面倒くさいので、これ開け閉めするとここからファスナー、ダブルファスナーになってまして、上からでも下からでも、でこちらでガバッと開いていただく感じです。でこれはボタスの L サイズなんですけど、これで長財布、携帯、まあ、女性でしたら化粧ポーチとか、男性でしたらタオルとか、あとペットボトル入れられたりとかは十分入ります。もうこう無造作にバッと入れる感じで、で革の質感をあえてこう出すためにこう裏地もポケットもつけずに軽さとファッション性重視で作ってます。こちら もう国産のファスナーなのでほぼ傷むことなくスムーズに、 L と比べましても、まあ、同じダブルファスナーなんですけど、ちょっとやっぱり L はもうやっぱり荷物を入れ込むとちょっとその荷物の重さが肩に負担かかるのでショルダーも太いんですけど、 M からは、はい、ショルダーちょっと細め で、うん、で開きもファスナーの開きもこれだけ違いますけども、 M サイズは実際中はそうですね、長財布も入るサイズですね。長財布とあとまた携帯とあとまあ2、3ポーチとか入れていただけます。でこれぐらいでしたらもうすごい軽いですし、こうまたまたこうボディにこうフィットしてきますんで、一番このサイズが女性に人気ですね。まあ M と同じショルダーの幅は一緒なんですけど、こちらもワンファスナーで、まあ、これはもうこういったハーフ財布が入る、であと携帯が入る、本当にもう軽く荷物を持ちたい方、リュックを併用されたりスーツケースで下げられてる方とかでしたら、まあ、これをまあ斜め掛けにされてると、まあ、必要最低限な携帯財布ぐらいはもうこれです、簡単に取り出せるっていう感じですね。サイズ感はこれぐらいですね。でこう斜め掛けにされてもいいですし、こう肩掛けでもいいですし、S サイズでしたらこう男性なんかお客様いらっしゃるのはこのショルダーを外してベルトのこうあループベルトのループのとこにこう金具を引っ掛けて使われている方もいらっしゃいます。ウエストポーチ代わり、はい、これ馬側のこれちょっと名刺ケースなんですけど、神戸の象徴的なものの色で馬側の革屋さんにオーダーして、うちのオリジナルのカラーで染めていただいてるんですけど、まずこのキャメルは神戸のバケットパンの色ですね。これが神戸のシンボルタワーの
ポートタワーのレッドですね。でこれが、神戸の海と空の色で、こちらが神戸の六甲山の色ですねオリーブです。でこちらが神戸のチョコ、チョコも有名です。でこちらが夜景に照らし出された夜空の色です。結構こうブラックではなくネイビーでもなく、何とも言えないこの照らし出された夜空の色、これが結構皆さんふっとね笑っていただくんですけど、でこの名刺の、中なんですけど、結構こう袋状になってて結構ガバッと入って、で一枚一枚取り出すのにちょっと便利なポケットと、相手様からいただいた名刺をちょっと差し込んで入れておくのと、でここが開放されますんで、すごく使いやすいですし出しやすいです。で馬革なので結構やっぱ柔らかくって、すごくしなやかで、もっともっと艶が出てきます。どちらかというとこれは本当にもう馬革の質感とか、まあその形、柔らかさを生かして作ったデザインなんですけど、こういったものは結構シンプルデザインですね。もう飽きのこない、これもまあ6色あるんですけど、もう使いやすくて軽いです。こちらはもう中にこう裏地が入って、ストライプの裏地が入って、でこう仕切りのあるポッケがあるので、取り出しやすいものとかね、エコバッグとかティッシュとかハンカチとか入れていただいて、でこの縫い代の通りにこうマチが出ますので、まあ、化粧ポーチとかこう膨らみのあるものでしたら結構コローンと、もうちょっとコローンとした感じになって、これその名の通りコロリっていうコローンとした感じ、これ本当にもう軽くって、で機能性もあって、まあ、柔らかいっていう、なので年齢層幅広く人気あります。この柔らかさと軽さをで、まあ、薄いんで財布がとにかく軽いんですよ。で皆さん、お客さんが声を揃えて言うのはやっぱり重たいで出しにくい、なので軽いのを求めてるっていうふうによくおっしゃるんですね。でカードも出し入れしにくいっていうのもお聞かせいただくんですけど、うちではもう手間が本当に少ない、このワンファスナーだけでコインとお札とカードがいっぺんにこう見開きできて、こう見やすいんですね。ここが開放されているのでガバッと開きます。これは L 字のファスナーに共通してるんですけど、まあ、ここもなくってもファスナーがなくってもお金が落ちない。一箇所これ1枚ずつ入れましたら左右対称にあるので、12枚なんですけども、ちょっと長めにちょっと深めにしてるので、カードも2枚重ねにもしていただきますと24枚で、こちらの端っこにも、まあ、商品券とか、私は普段使わない商品券とか1万円札とかこの端っこに入れて、あとはコインと、まあ、お札をこう挟み込む感じで、こういうふうに入れずに斜めにこう差し入れることができるので、すごく出し入れがしやすくって、で見開きがいいのでレジでもたもたしない、やっぱ軽いので手触りもよくって、これがやっぱり皆さんに人気はあります。